アイオツです。大原です。というわけでもう早速、このからさんワールドのビーコの前後にいるわけなんですけども、前回ウィザーを予約討伐したということで、この地下帝国にもビーコンを導入する時はついにやってまいりました。ざっくり言うともう本日はもうビーコンでもうなんか採掘を楽しもうじゃないかっていう回になりますので、半ばこう ASMR のような楽しみ方になるんじゃないかなと先には本日はホル会です。多分薄いご容赦くださいということで本日もよろしくお願いします。いや薄いとさ先に公言したら許されるわけじゃねえっていうのは分かってるんですけどね。本日はビーコンはとにかく使いたいっていう動画ですので、まあ薄くなるだろうなっていう、もう残念ながらまあ薄くなるだろうなっていうのがすげえ予測できたんで、なるべくまあ薄い分はトークでカバーしろって話なんですけどね。一体どこまでカバーできるか分かりませんけども、なるべく頑張ろうっていう。というわけで地下拠点の方に帰ってまいりました。で一応手持ちじゃなく前回こっちの方にビーコンを設置したと思うんですけども、まあこの場所にビーコンを設置してもいいんですが、ビーコンの起動条件として上に確かに太陽は見えてないとっていうか空が見えてないとダメなので、だからまあこうなんでしょうね、上までこう掘り抜かれた場所が必要になってくるんですよね。でそれをちょっと今回前半パートで、まあ、せっかくならこう複数箇所ビーコンを映せるようにまあ天井まで掘り抜こうかなっていうのを考えております。でまあ候補地となるのが、まあ、僕はこの位置と思っていて、もともとここはボンさんのサングラスがあって、まあ、ピストンで動かしてここまで持ってきたっていう、まあ、歴史があるんですけど、まあこのちょうど中心地点がまあ地下に行けるようになってるので、まあ、ここなんかちょうどいいんじゃないかと思っておりますので、ちょっと前半パートはこのちょうどこのセンターになるようにこの位置をちょっと掘りに行きましょう。いやー天井掘りのことなんか久しぶりだからさ。であともう一回言っとくぜ、多分この地下ね海なんですよ、この真上が。だからまあ多分ねひどいことになるんじゃないかなっていう気しかしてないっていう。ちょっとこう石の在庫をもう結構割とはけちゃってたんで、まあ、そろそろ掘らなきゃなと思ってたんでね、ちょうどいい回だ今回は。地下この井戸も多分本当にパート20ぶりぐらいにいじるような気するな。そんな感じ、そんな空いてねえかな、結構空いたと思うけど。よしこれで一旦溶岩が消えて上まで行かないとな。ちょっといろいろブロック取ってきます。おいしょ、まあ、多分このイメージ的にはこの真ん中の地下をさらに掘り抜いて部屋を作って、まあ、ビーコンがあるってイメージになるので、でとりあえずまあ1マス、まあ1マスでいいか。個人的にこうぐるっと掘り抜いた気もした方がなんかいい気がしたんですけど、ちょっとなーっていう、まだなんかこうここがちょうどなんか平たい屋根になっちゃってるので、ここだけがっぱり穴開いてるとちょっと不自然な気もするんで、ね、とりあえずまあこの場所、この場所1マスだけちょっと穴開けようかな。まあかなり乱暴な掘り方にはなるけど、まあなんていうんですかね、こう1マス掘りたい場所を見つけて、まあ、そこに足場出すやん。でこう上がりながらこう上のところをただ掘り抜いていくっていう。ああここはいてれてれ砂利が。で一応これでもういいのか、ここを蓋する必要はあるけど、よいしょ。ああでもあれか、結局ここに、ああ待てよ、これをガラスに変えればいいのか。いやーだけどな、場所としてそもそもここは良くないか。ああ参った参った。一応掘り抜いては見たが、俺壊したくねえなこれは。ちょっと別の場所にしよう。ってなるとどこだ、隠れる位置というか使ってねえ場所がいいよな。
俺ここまでやったけど、もしかして結局俺こっちになる。ふんふん皆さん、序盤のなんだ、なんかあったのは全部忘れてください。こっからが本編だ。あのグラさんもまたずらせばいいんだけどね。まあ今日はグラさんがメインじゃねえから、今日はビーコンがメインなんでね。ちょっと適当にこの辺にちょっと広めの空間を作って、ここにピラミッド作りましょう。いやー、多分この動画見てる方の中でもビーコンの効果なんか知ってなって人も多分いっぱいいると思うんですけど、まあ一応こうビーコンの凄さを知らない方のためにもやっぱり説明する必要はあるので、こうな、ビーコン革命なんじゃっていう。なんかね、あ、そうだ、俺全部預けたんだ。そのビーコンで、まあこう跳躍だったり、まあ再生力だったりとか、あとはまあ移動速度とかもいろいろ上げられるんですけど、まあ個人的にこうレボリューションだなと。もう俺のビーコンはレボリューションだぞって言えるものが一個あって、採掘速度上昇2があるんですよ、このビーコンの中に。それがマジでもうとんでもなく効率が良くなるんですね。ネザーラックぐらいの速さで石を壊せるって言えば、まあ、多分凄さが伝わるとは思うんですけど、だからこうなんか地下でこういう掘削作業をやるときはですね、割と必須だったりするのがこのビーコンだったりします。で一応このそっか、一回もう起動しちゃえばいいか。こんな感じでピラミッドみたいな形で鉱石ブロックで組んであげることで、一応ビーコンのパワー上げられるんですけども、この2段目で積んだ状態だとこんな感じで鉱石をセットしてあげて、こんな感じ、今ここまで解放されてる。そうすると、あ、嘘だ、ここまで解放されてるわ。失礼して。でこんな感じでこれで関与とかを押すと、まあこのビーコンからパワーが発揮されるって感じになるんですけど、なんだかんだ言ってこれ採掘速度がやべえんじゃっていう。ちょっとこれ前半このビーコン完成させて、後半もうがっつり掘るんで、もう多分引くぐらい掘るんで、ちょっとそれだけはもう覚悟していただきたい。ちょっとそのためにはこの辺一回全部掘りに行きましょう。もしこの動画を見ながらビーコン作ってる方がいればなんですけど、絶対に上から下から作ってってくださいね。こうやって何も考えずに下から作り始めるとですね、組むのがとにかくめんどくさいって。最大は確か 5×5 じゃねえよな、いくつだっけな、 9×9 ぐらいだった気がするんですけど、正確なのかちょっとちゃん調べよう。あ、ちゃんと計画機器で合ってました。鉱石数でいうと164個になるのかな。あ、大体出てった。多分この一番下のここまでやれば終わりかな。めちゃくちゃ置き方が汚いっていうのは。まあここだけの話と、ちゃんとしたスペースでやるべきではあるんですけどね。まあ、このビーコン自体結構その範囲が結構決められているので、まあ、掘るところによっては結構移動したりするんですよね。のでまあ地上でやるときはまあ問題ないんですけど、まあ、今回ちょっと地下で作ってるというちょっと何でしょうね、無理やり置いてる感がちょっとすごいっていう。皆さんもやるときは、ちゃんとここだっていう建てる場所を決めてからった方がやりやすいので、絶対に真似していけんぞ。こんな汚ねえビーコンの形が多分他にいねえだろうな。自分でも今ちょっと引いてる。あ、こんなに俺雑なんだっていう。そうだね、使えやいいじゃんっていう、使えやいいじゃんっていう。まあ使えやいいんですけど、使えればいいんですけど、まあこう動画投稿してる身でありながら、まあこうな、
あまりにこれはズボラが過ぎたなと今絶賛反省中でございます。申し訳ありませんでした。そのビーコンのおかげでちょっとな、この地下拠点がもしかしたらとんでもない広さになるかもしれないっていう。これで多分全部は今日終わったかな。これで、ああいけそうだね。ほっ、さあこれで俺に採掘速度上昇のバフをくれ。よし行くぞ。ああ、そうです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 、こういうことです、こういうことです。うひょー、こんな感じで採掘速度2のバフがくれば、なんとこんな感じでもうまるでもう砂を狩るかのような勢いで石を壊すことができます。いやー、この能力が欲しかった。もうこれで掘りまくりようっていう。このビーコンの上にはあの板ガラスとかこう、まあ、色付きガラスで音こんな感じであの色を変えることができるんですけども、まあ、個人的になんかこれってなんかもろブロックある感じ個人的に好かなくて、そういう時のために板ガラスをこの板ガラスを置いてあげることによって、ちょうどこのビームの中に隠すことができますので、まあ、もしなんか気になってる方とかがいれば、色を変えてみてください。いやー、これでなんか Y カラーっていう感じで、まあ、分かりやすかったんじゃないでしょうか。というわけでここからは後半パートです。まあ後半パートだからといってなんかやることが変わるってわけじゃないんですけどね後半パートではちょっとこのせっかくビーコンの力を得ることができましたんで、まあこのちょっとこの地下拠点を広げようかなと考えております。いやー、これでちょっと石が結構余裕で手に入るようになったので、またちょっと取引ラッシュしてきてえな。その最近こう石をだいぶ使い切っていたっていうのは、まあ、天空トラップもそうなんですけど、その取引でもちょっと使っちゃっていてまあ8割天空トラップターか。でもそれで言うならこの石自体は結構建築でポコポコ使えるもんではありますので、まあ、ちゃんと普段から集めておかないといけないんでね。いや、ビーコン来たことによってそれは改善されたんじゃないでしょうか。なんて快適なんだ。あの最初の頃あの鉄のつるはしが石のつるはしで石を掘ってた頃が懐かしいですね。多分この範囲掘るだけ多分10分ぐらいかかってたんじゃないかな。ちょっとこれ今結構広くするのが簡単になってきたんで、あーでもなー、こうコンセプトはずらしたくねえな。その結構広めに掘れるようになったっていうことをちょっと使って、あの高い建造物というか普通の家とかも作れるようになってきたなとはちょっと思ったんですけど、ただまあここは、まあ、廃屋風というか、まあ、地下にあるバザーを使ってなんか炭鉱みたいなのも作りたいなと思ってるので、まあ、この辺はまだコンセプトの相談って感じになってる。だから個人的にもうこうちょっとだだっ広い空間から作ってこうなんか気楽だなと思ってるので、まあ、そのためにもこのビーコンは、まあ、大きく役に立つんじゃないでしょうか。これだけでも快適だものっていう、なんだこの速さはっていう。あー、やっぱいいな、ビーコンってやっぱいいなちょっとこれでこの一旦倉庫の裏掘り抜いてるわけなんですけども、これでまた今度倉庫も拡張しようかなと考えております。ちょっと、ね、いろいろこう、まあ、一応拠点にはなっていますので、この倉庫自体がまあなんかこう役立つものでもまあなんか作ろうかなっていう。ただ気をつけなきゃいけないことというか、こう調子こって吠えてるとすぐ耐久削れていきますんで割と直せる術がないと大変なことになったりしますっていう。それだけはぜひこの動画を見て感動した方は皆さんでウィザースケルトンの頭を集めましょう。なんかね最近だとなんか結構簡単な、あーでも簡単ではねえか、ウィザースケルトントラップというかウィザースケルトンファームみたいなものがあって、
まあ、ビザ系を簡単に集められるぜっていうやつがあるんですけど、それやるためにはちょっとあのネザーバックスブッシュを結局やらなきゃいけないっていう、あのこのマインクラフト三大苦行の中の僕ぶっちぎりのトップだと思ったんですから、こうやって即時にこう交換できるから経験値はすぐ取れるのがいいな。いや皆さんもぜひこう村人をゾンビ化させるときは、なんだろうな、こう僕の場合はこういうなんか地下拠点っていう枠組みだったので、もしかしたらこう地上でやってる人はなんか石じゃなくてもいいのかなって気は若干するんですよね。なんだろうね、実際にこう金銭効率がいいというか、エメラルドめっちゃ稼げる、なんなんだろうね。ジャラさんにでも聞いてみましょうかジャラさんエメラルドブロックでライチェス1個分くらい持ってましたからね。相当取引したなと思います。やべえな、動画こう今40分ぐらい回してるんですけど、ひたすら無言で掘ってるしか多分取れてねえっすねいやー掘るのが楽しいんだすまねえな今までこうさ、逆にこうビーコンがない状態で掘ったの一回見せてみる、どれだけ違うか。多分もうこの状態で多分もう伝わってると思うんですけど、その試しにこうこれ壊せばいいか、こうやって壊した時に、お、切れた、こうですよ、うん、わかるこれこれはもうね、ダメだぞマジで、麻薬よビーコンは。もうこんなん知っちゃったらもうやべえなもう帰ってこれだよ俺は、ダメだもうしばらく俺はこんな感じでもうひたすらこうビーコンの麻薬に取りつかれたもん化け物になりますんで、いやーこれでどんどん掘り抜けるのマジでありがてえ。ちょっとどん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 これでかくしていこう。ちょっと今日はあのひたすら掘る会なんで、今日はやったらめったらあんま出せないんですけど、ただただ掘るところを垂れ流す動画っていう、なんだったらこう2時間ぐらいノーカットで流していいと思ってますから、それはちょっとやだなさすがに地味か。まあこれであの倉庫の裏側のところも掘り抜け終わりましたので、またちょっと日が空いたらこの倉庫拡大しに参りましょう。今なんで倉庫を拡大したいかって話なんですけど、いろいろこう、まあ、雑に手持ちをここに僕しまってできるんで、そうなった時にですね、結構もうモンスターのとことか結構僕全種類まとめて入れちゃってるのでいっぱいなんですよ。多分これ見せた方が早いわ。こんな感じでちょっとこう、まあ、特にスライムボールとかこのビザ付け買った時の骨とかが圧迫しちゃってるので、まあちょっとここら辺の倉庫は一回ちょっとリフォームしようかなって考えております。まあ、せっかくなんでこの広いスペースにポーションの、まあ、自動化じゃないですけどああいうのも作ってもいいかなって思ってます。いやー在庫がなくなってきてたからありがてえ、こうやってまた潤沢に補充できたんでいつでも経験値が交換できる。こっち側は、まあ、とりあえず倉庫スペース分にしか考えてはないんですけど、まあなんか、面白い建物が建てたくなったらやろうかなっていう感じでいきましょう。よし、ちょっとこっち側も掘ろう。いやー、今日は掘るぞ。今日は掘るために来たんだ、俺は。もうね、もう面白いことをやれだろ。もう面白い話をしろだろ。知らん。今日はただ俺を掘るためにこの動画を撮りに来たんだ。悪いね。今日はちょっと掘削に付き合ってもらおうぜ。いやーこのなー、ポコ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 っつって掘れる感覚がやっぱいいのよビーコンは。もうね、全員ビーコン作ろうっていう。あのビーコンってあの縦と下に関してはまあ結構距離無限に近いんですけど、まあ無限的には256か。ただ横に関してだとね、最大パワーでも50マス。ちょっとレベルが低いとまたその横の距離も短くなってくるんですけどね。ちょっとこれに関してはちょっと
何度か一応一回このバフをもらえば9秒間ぐらい維持はできますので、まあまあでもおとなしくやっぱこう何個かビーコンを置くとか、まあ、置き換える場所を作っておくっていうのが大事かもしれませんね、これに関しては。いやーありがてえ、ここに来て急な石掘りやすくなるのマジでありがてえ。あーこっちから見たら意外とバザーかっこいいな、スケルトンいるけど、もしかして普通にバザー店内で湧いてるあれ、あ確かにこの辺普通に暗いか、てか多分ここなんだろうな、湧き湧くとしたら。ちょっとなんかちょっとやべえ、やりたいことがまたパンクしそうだやべえな、やりたいことが思いついた時はこう後ろのこうホワイトボードに僕逐一こうメモってはいるんですけど、今ね6個ぐらい溜まってますねいやーこのビーコンもやりたかったから、まあ、どんどん1消化するたびにね、ひどい時3生まれる時あるからさあれ猫だ、この覚えてますでしょうか、こちら左の方にジャラさんの曲のところが入ってるんですけど、こっち側とか特にどうしようかなとか言って放置したところなんで、ついでに掘る。いやー今日だけでラージチェストなんか2つ分ぐらい掘れるんじゃない。いやいいね、どんどん掘っちまう。あ、やばい、この辺は、あ、こっちまで来ると別のビーコンのパワーもらえるな。で、あっち側に行くと、もうちょい、どの辺だろう、どの辺で切れた？この辺ぐらいからもらえそうなはずではあるが、あれか、他の、ここら辺か。あー、ちょっと、このビーコンのパワーがある限り、ちょっと、ダブルビーコンの力を借りて、ちょっと一気に行きましょう。これだったらもう一回ウィザー倒してもいいな、頭あるし。ちょっと今度なんか別の倒し方じゃないですけど、アイアンゴーレムがね割と楽なんですよ。3体ぐらいで囲んじゃえば結構ボコボコにしてくれるので、そのウィザーでどこが一番苦戦するかっていうのは多分飛んでるところの、まあさ、その HP 半分削りきるところだとは思うんで、もしこう苦戦してる方がいたらアイアンゴーレムの力を借りてみると割とすんなりいけるかもしれない。あとはなんかこう、なんだろう、エンドのさ、ポータルがある場所、あそこでなんかはめるっていうのもありますけど、今もできんのかな。ちょっとこの 1.16 になってから試したことがないのでまだ何とも言えませんけど、昔はこうまあ本当に 1.15 の時ははめて、あとはもう見てるだけでもあいつが死ぬっていうのがあったんですよね。さすがにある、まだいけんのかな、ちょっと確認してないで何とも言えませんが、ちょっといろいろ調べてみます。よし、いやー綺麗に掘り抜けたな、いいね。いやー今までこうビーコンなかったからなーと思って後回してたんですけど、いやーこういざこう綺麗に全部掘り抜けるってなると気持ちいいな、これは。いやーちょっとここも何かしらで使いたいと思っているので、あとはちょっと高さだな、こう上の部分はまあ一応半分ぐらい掘り抜いているので、またここももうビーコンパワーで一気に掘り抜かせていただいて、やべえなこれ、ちょっとキリねえだずっと掘っちまう。例えばこのバザーだって今こうちょっと2点しかまだ立ってなくて、こっち側には伸ばして4点なんですけど、全然こっち側掘り抜けるからね。あー、やる？やっちまう？ちょっと今日はこれ以上やるとでもあれか、どんどんまだ無限に掘っちまうから、あんな感じでちょっとこっから今端っこ行った時って距離が足りてなかったのが分かりましたでしょうか。というよりなんかビーコンのパワーを受けれないところがあったっていう感じかな。やっぱそういうちょっと範囲の限界がやっぱありましたので、ちょっとこの上のビーコンだけでもずらせるように、ちょっともう一回エメラルドの土台をあっちにも作っておく。急に俺エメラルドの在庫全部剥げた
またちょっとしばらくあの交換の日々を過ごそうと思います。え、何これ、え、俺知らない、何これ、ちょっと俺知らない、え、何これ、なんかバーカウンターみたいになってる、観葉植物ゾーンが、なんだろう、ちょっと見なかったことにしよう。やばいよ多分これ、地下拠点一気になんか4倍ぐらいの広さになりそうだもん。ちょっと雑ですけど、あのここら辺に広さだけ確保しておくって感じで、一応上まで行ってみる。そんなにね、あの深い場所ではないんで、ここも割とさっと行けそうな気はする。あー、着いた着いた。これでまあここら辺にちょっと蓋だけしといて、またいずれこうこっちが拡大するときになったらここを使わせていただきましょう。まあこんなとこかな今日は。いやー、よかったよかったよかった。やばいね、これからどん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 地下帝国広くなっちまうよ。というわけで、本日はビーコンの力を借りて、こう地下を掘り抜くという回だったんですけども、まあちょっと類まれに見ない採掘会というか、久々来たなというだけ地味会だったんですけども、ちょっとこう次回はまあ前々回ぐらいから言ってるちょっとエンダーメンの方に、まあ、宝をちょっと仕込みに行きたいなとは考えております。まあ、それでちょっとこう宝探しゲームじゃないですけど、まあ、ワールドミュースに楽しんでいただければなと、というわけで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回、また次回もよろしくお願いします。それでは。